ヒゲやナオオンバンク負け、藤本やめろ、和田に100球投げさせるアホ、今日は荒れそう、総合的に藤本が悪いな、ミアウトからやけど代走、80球超えてるけど続投、制球定まらん、カジヤに代打上林、バーカバーカウンチ、明日大竹に負けたら応援するのやめるわ、あまりにも無能、野手陣は昨日の今日でお疲れなんやろけど柳田がヤバすぎるな、和田引っ張るのはダメ、昨日使ったからといっても無理なんだし、なんやあの和田、続投は打順気にしとる場合かい、和美今日も系統策で負けとるやないか、和田引っ張ったのはしゃあないやん、昨日いっぱいつぎ込んだし、見てなかったけど和田そんな投げたんか、やばいやろ、小田良かったのは収穫やネロン部での敗戦処理ができるのはでかい、和田がしょうもないねん、先発にこだわってるとか言うなら6回ぐらい投げろや、別に采配悪くねえよ、中継ぎ疲弊してる中で和田続投は当たり前、単純に打てない打線が悪い、明日大竹かしんどいな、本当衰退してるチームだな、理解しろよ、今日は負け試合と、いくら和田が打たれたとはいえ1点じゃ勝てんはクソみたいなバントダイソーするし、系統は昨日のこと考えたらしょうがないって、謎なのは周到くらいだよ、ご視聴ありがとうございました。